後編がんの精神的治療法第一章なぜがんに精神療法心の治療が必要なのか第一節精神医学の現状現代医学でがんは肉体の病すなわち身体的疾患と考えられていますしかし近年精神医学の発展により心身症という概念ができ多くの病気は 心が病むことが原因で起こることが分かってきました移住に視聴海洋や本体性高血圧などは精神的なストレスから起こることが定説になっていますがんについても精神医学や心理学の方面からの研究が進み具体的な精神療法や心理療法なども欧米では確立しつつありますしかし日本では この方面の研究は著しく遅れており、がん専門医の間でも、がんの精神療法や心理療法など、非科学的でうさんくさい、怪しげなものという認識しかないようです。精神医学自体も、統合失調症、精神分裂病、相うつ病、相うつ病、転換、転換、神経症が扱う主な疾患で、その治療法も、薬物療法が主体で、 精神療法は二次的な治療法となっているのが現状です。しかも、日本では精神科へ行くこと自体が後ろめたいことと考えられており、さらに薬物療法に比較して、精神療法に対する診療報酬の少なさが、精神医学の後輩に輪をかけているのが現状です。いくら患者さんと会話して、心の交流を図り、 ある程度の効果を上げても極めて安い診療報酬しかないのです。心の治療である心理療法はカウンセラーや宗教家が扱う分野であると考えられており医者は心の治療など医学の領域ではないと考えている人が多いのです。実際に今の日本の医学教育においては心の分野の治療についての教育は ほとんど何もななされていないのが実情ですまた現行の保険医療制度の下ではがんに限らず通常の精神疾患に対しても精神療法や心理療法をまともに行うことは極めて困難です。